こんにちは。今日はですね、次回に、ワイヤー口金のポーチを作りたいと思います。こういう形のものなんですけれど、ここにワイヤーが入っていて、こうね、開くとこの口部分がね、こうカパッと大きく開き、中のものが、とてもよく見えやすく、取り出しやすいという、こういう形のね、ポーチを作るための準備動画になります。はい。でここにね、ワイヤーが入ってますね。こちらの部分を、作りたいんですけれどね、これはね、市販で、手芸屋さんで売られている、ワイヤー口金というこういうものなんですけれど、ちょっとね、お高いので、今回はこの代わりに、針金ハンガーを使って、この部分を作りたいなと思います。そしてここのファスナーですね。ファスナーは、両開きにこれね、しているんです。ここね、ここからこう両方にこう開くように、ファスナーをつけています。でこのファスナーは、手芸屋さんで加工してもらいました。こういう形でね、この部分を両方から開くように何センチっていう風に言ったら、手芸屋さんの方でこういう風に作ってくれるんですけれど、こちらの方も、100円ショップでこういう形で長いファスナーが売られてるんですけれど、こう口金がね、いくつか、口金じゃない、スライダーがね、いくつかついてこういう形で売られています。この分を両開きの方にちょっと加工をね、したいなと思いますので、準備動画ということで、よろしくお願いします。はい。そしたらですね、これの代わりにする、針金ハンガーで作るね、この、ワイヤー口金を作っていきます。まず、針金ハンガーですね。針金ハンガーはこういう、まあ、いろんな色があって、クリーニング屋さんから戻ってきたらこれに、かかってたりするんですけれど、最近ちょっと減ってるのかなと思うんですけど、まあ、どこのご家庭にも1本や2本はきっとあるんじゃないかなと思います。なので、これを加工していきたいと思います。まずこの下部分のね、まっすぐのところを使いたいと思います。そしてサイズの方は、こちらと同じように、ここが20センチ、そしてこの高さですね、これを5センチ、この形のものをね、作りたいと思います。まずこのまっすぐの部分を使いますので、ここで1箇所カットします。これね、針金ハンガー、こうプチンと切れることはないので、こういうペンチのここのところにワイヤーを切る、この使った部分がついてるんですけれど、それを切るところに当てて、こうクックッと回すようにします。ここのね、そしてちょっと傷を、ワイヤーに傷をつける感じにしますね。そして傷をつけたところの横あたりを持って、こうね、押さえてハンガーをひねります。あら、よいしょ。何度かこうひねるとパキッと折れますので、ちょっとワイヤーが滑るね。よいしょ。こういう感じで、ね、これでもう折れてるんですけれど、あとこれね、ビニール部分がくっついてますので、こういう形でパキッとね、折れますので、こういうふうに一箇所先に切り目を入れます。そしてこのまっすぐのところに、次どこを曲げるかっていう印をね、つけたいと思います。とこちらの方が20センチの5センチでしたので、端から5センチのところ、ちょっと反対向いてますけど、メジャーが5センチのところですね。そして20センチ、
20センチのところ、ここですね、20センチのところ、そしてさらに5センチ、よいしょ、5センチのところに印をつけて、ここを曲げていくことになります。ここをそしたら最後のところも切っておきますね。ここね、ペンチの、この切り、こう針金を切るね、このハサミのところに何度かクリクリっとグッと挟んだ状態で回して、そして横を、切った横を押さえて、そしてこう何度かこうね揺すると、もう切れますので、これで切れてますので、ね、あとこれビニールがついてるだけなので、ビニールはねハサミで切れますね。そしたらあとここの印のところを曲げるだけになりますので、印のところ、ちょうどのところでなく少し、まあ、針金の厚みぐらいのところ、少し横をペンチで押さえて、これでもぐーっと微小を曲げます。こういう感じですね。そして反対、こちらの5センチのところもやりやすいように持ち替えてもらったらいいと思います。ここの印より少し、印がちょうど曲がったところの、頂点になるようにしますので、このぐらい2ミリぐらいですかね、外側を押さえてぐっと曲げます、はい、こんな感じで曲げて、あまりここ角度をつけないようにちょっと横に広げていく感じですね。これでできました。これが丸っきり一緒にはねならないですけれど、こういう感じ であまりにも長さが違うようでしたら、こちらのねこことここの長さが極端に違うようでしたら、長い方を切ってもらったらいいと思います。これと同じものをもう一つ作りますね、はい、そしてこの切り口なんですけれど、切り口が、ビニールのテープ、これはね破片がこうギザギザになってますし、ワイヤーの切り口もちょっと危ないですので、このね売られてるものはこういうガードがついてるんですけれど、それがありませんので、そこにちょっと布をね巻きたいと思います。これ布に両面テープをちょっとつけてます。この端にくるくるっとね巻いていたら危なくないかなと思いますね。ガムテープとかね、そういうのでもいいのかなと思うんですけれど、布がありましたのでね、布をちょっと巻いて両面テープで処理をしたらいいかなと思います。こういう感じでガードをねしておきます。こちらもね両方、ね、つけておいてください、はい、そしてこれを2本用意しますね。そしてファスナーですね、このねファスナーを両開きにするファスナー、これの作り方を説明します。こういう形で、切って使えるタイプのファスナーが、これは100円ショップのどこで買ったんだったかな、セリアさんだったように思うんですけど、多分今もこういうようなのが売られていると思います。そしてこのスライダーの形がいろいろになってるんですけれども、それは、気にしなくてもいいのかなと思います。はい、でこれとこれが今同じ向きになっていますので、こちらの一つを反対向きに変えます。なのでこれを抜いてしまいますね。
こちらが頭を締める方の向きですね。それをこちらの、これもこちら、こうやると締まる方ですね。でこうやると開きますよね。でここと今のこの外したやつが頭同士に向かい合わせになるようにしたら、こう両方に開くようになります。なので今外したこの端にこれね、頭側から入れます。ちょっと左手はできない、はい、この頭ね、頭がこことここの間にね溝がありますので、ここにこれをねずっとはめ込んでいきます。こちら側もね今入れてます。そしてこの端のところをきっちり合わせて押さえて、こっちすり合わせてやると先ほどのところとこれでも両開きのファスナーになりますね。こういうふうにこことこことを使って全体の長さを、この口金、ポーチのワイヤー口金ポーチのここの部分ね、こうずっといりますので、次作るものが、何センチだったかな、ファスナーの長さが40センチから45センチぐらいいりますので、ここからね、ここ使うところまで測って、カットして、つけていくという形になります。はい、そしたらこれで、ファスナーの方と口金の方ができましたので、次は、こういうね、ワイヤー口金ポーチ、こちらの方をね作っていきたいと思います。今日は準備動画です。ありがとうございました。